ユニットの説明を開始させていただきます。説明者は執行役副社長、インダストリアルプロダクスビジネスユニット CEO 兼日立産機システム取締役会長青木正和でございます。では青木さんお願いいたします。それでは引き続きまして青木でございます。えー、インダストリアルプロダクトビジネスユニットの事業戦略を。 日立産機システム並びにインダストリアルプロダクトビジネスリートを合わせた形で昨年引き続きましての形でございますが説明をさせていただきます、えー、まずあの事業概要とこの目次に沿って説明をさせていただきます事業概要と2016年の総括でございます我々の事業分野といたしましては機械系の製品群からドライブオートメーション系の製品群 受変、配電系の製品群を有してございます。これらの製品群をインダストリアルプロダクトビジネスユニット並びに日立し3機システム、相互連携による一体運営で事業を運営してきてございます。これらを資源系の市場、ライフ、セキュリティ系の市場、基幹製造業を中心とする基盤産業、社会インフラなど、 の市場に対して幅広い産業ニーズに応える強いプロダクト事業を確立することを目指して事業運営をやってきております。次に日立グループ内の位置づけについて説明をさせていただきます。フロントプロダクト連携による産業系ビジネスの拡大を目指しておるわけではございますが、え、ー 我々の部門、インダストリアルプロダクトビジネスユニットとした三期市場は、基本的にはプロダクトで価値を提供するということをベースにしております。これをサービスプラットフォームビジネスユニットとも連携し、産業、流通、水分野を中心としたフロントのビジネスユニット、 と、を通じてですね、強いプロダクトをベースにデジタルソリューションを提供していくというのが私どものスタンスになります。引き続きまして、日立グループ内の我々の部門の位置づけについて説明をさせていただきます。えー 先ほどとちょっと違う絵ですよと説明をさせていただきます。我々の部門は現場のシステムですね。工場を中心とした現場のシステムの中で、まあ、動力源に使る例えば代表的な製品として空気や出勤。からトレーサビリティを使うですね。マーキングシステム。それから搬送システム、プロセスラインなどに使われるドライブ系のプロダクト。 を有しておりますと同時にこれらをオペレーションする上でのオペレーションテクノロジーも有しているというのが一つの特徴でございます。これに加えまして我々の部門内に産業系の通信あるいは制御系の技術プロダクトを同時に有しておるというのが我々の部門の大きな特徴でございます。これらのプロダクトを活用いたしましまて つなげる機器と活用して、えー、我々の製品をですねつながる機器にどんどん変えていこうといわゆるコネクテッドプロダクトの世界に、まあ、変えていくというのが私どもの大きな、まあ、あ使命だというふうに考えております、えー。ルマードプラットフォームの説明が先ほどありましたが、えー、データを上げていくというのがまず前提になります。これをデデジタルデータルーとしてですね ープラットフォームにつなぎ込みこのプロダクトをベースにデジタルソリューションを提供していくというのは私どもの部門のタスクというふうに考えております。16年度の総括について説明をいたします。上段左側、売上収益でございます。 15年度の売上収益は量産系非量産系合わせまして3,723億でございましたこれに対しまして16年は3,500億という計画をしたんですが16年の実績は3,444億と、まあ、ほぼ達成に近い数字とはなりましたまた調整後営業利益につきましては2015年度2.1%という形でございました で16年の当初ですね、4%の計画を立てましたが、これに対しては4.6%という形で、えー、計画をクリアすることができてございます。16年度の成果を簡単に総括いたしますと、量産系の部門といたしましては新、新製品をかなり数多く投入できました。これによる増収増益が図れました。 また先ほどの説明にありました IoT 対応のプロダクト事業を立ち上げすることができました課題といたしましてはこれらをですねグローバル事業に展開強化していくことが課題と言えると思います医療産系のプロダクトにつきましては構造改革の推進による収益構造の改善並びにプロダクト専任の販売体制を強化確立できた ことがございます。広労産権につきましては、今後、県庁業種に注力した受注自体を拡大していくということをテーマに活動してまいります。ちなみに、ここにあります、循環型事業と申し上げましたのは、交換部品、下の客注ちょっと小さいですが、読んでいただきたいんですが、交換部品などのアフターマーケットがあり、継続的なリプレス等がある市場のことを指して循環型事業。これに 去年からこういう説明させていただいてますが、というふうに定義をしております。えー、続きまして事業戦略の説明をいたします。えー、狙う市場とその環境をこのように簡単にまとめてございます。えー、私どもといたしましては、あ伸びが期待できる事業分野、並びに地域業種に注力をしてまいります。 堅実な伸びが期待できるというふうに考えていますのが、空気圧縮機、マーキング、ドライブオートメーション系の需要分野というふうに考えておりまして、えー、業種、お客様の領域といたしましては、今後もですね、中長期的に堅調な伸びが期待できると考えていますのは、自動車、食品、化学、並びに医薬品、電子部品、 交差機械搬送こういうところの部門はまあこれからも顕著に伸びたというふうに考えております対象市場の動向といたしましては一つはやはり IoT というのがキーワードになってくると思います空気圧縮やマーキングのような循環型事業につきましては IoT 化による保守サービス部門の革新といいますか市場の拡大が見込めるというふうに考えております またドライブオートメーション系自体は IoT 化によるお客様の最適生産への実現という形の大きな動きがあるというふうに考えてございます目指す姿であります基本方針は繰り返しになりますが循環型事業のグローバル成長戦略の加速を考えておりますまた IoT 市場対応への強化 プロダクト事業の拡大サービス事業の拡大を図ってまいります新庁市場へのリソース集中と戦略投資的な投資も行ってまいります私どもの部門の中でも特に重点事業としてここにある5つを挙げてございます空気圧式マーキング等の循環型事業につきましては成長のエンジンと 位置づけ、グローバル展開の加速を行ってまいります。ドライブオートメーション系の事業につきましては、高付加価値分野への転換と、エッジコンピューティング対応というものに力を入れてまいります。これら重点事業のグローバル展開を加速してまいります。事業構成について説明いたします。基本方針は、オーガニック成長と、 アライアンスを組み合わせた成長を加速してまいります。先ほどの重点事業と申し上げました部分ですね、売上げの拡大の計画でございます。2016年度、先ほど申し上げました4つの部門の売上げが、全体の我々の部門に占める売上げが57%でございます。これを2018年度には 67%までアップさせてまいります地域別の売上収益計画でございます現在16年度の海外での事業比率は25%でございますがこれを18年度には32%までアップさせてまいります循環型事業特にマーキング空気圧敷等への重点投資を行ってまいります 先ほどの循環型需要について早速説明をさせていただきます。空気屋敷、マーキングを中心とした循環型需要につきましては、顧客層が非常に幅広い産業に分布していること、それから、保守、サービスを中心としたアフターマーケットが非常に大きいという特徴がございます。それによりまして、景気による需要の変動が小さい。 それからデジタルイノベーション、特にサービス、アフターサービスに対するビジネスチャンスが大きいという特徴があると言えると思います。目指すポジションでありますが、このチャート自体は昨年の IR でも同じを使わせていただいております。特にこの空気屋敷とマーキングにつきましては、昨年のこの説明の通りですね、事業展開を進めてきております。 えー、販売、顧客もの、の顧客の獲得と、プロダクトを起点とした産業系デジタルソリューション事業の展開を、進めてきております。えー、ここから、あ何枚か、スライドを使いまして、空気圧式事業の説明をさせていただきます。えー、この4月の25日に発表させていただきました、あ米国のサルエア社、 の買収による北米市場への本格参入について補足説明をさせていただきたいと思います。サルヤ社は1965年に設立されました北米の空気屋敷専業メーカーでございます。本社は米国シカゴにありまして製造拠点はアメリカのですねインディアナ州のミシガンシティにメインの工事でございます。 それから中国には深圳と蘇総集に生産拠点を持ってございます。2016年度の売上の実績が432、日本円換算で432億円、17年度にいく投資が458億円、ネットワークで商売をやっておりますので、代理店の数は北米で約200社、中国で約50社という強力なネットワークを持ってございます。 この絵は、サルエア社の北米、特にアメリカですね、の販売網をプロットしたものでございまして、先ほど申し上げましたとおり、200社の販売網を持っておりまして、販売並びにサービスに非常に強いネットワークを持っているというふうに見ております。また、エンドユーザーはですね、北米を中心としたグローバル企業4000社を持ってございます。 こちらのパイチャートですね左側が現在の我々の日立の空気圧縮の売り先といいますか市場をどこにビジネスをやっているかというチャートでありますが日本を中心としてアジアに展開しているという形でございます。これに対しましてサルヤ社は米州がメインの市場でございます。 プラスですね中国や豪州でもプレゼンスを持っているという形でありまして、まあ、日立の事業と、まあ、あーオーバーラップがほとんどないということでお互いにこの市場をカバーし合えるというメリットがあ出せますこの販売地域的なメリット以外にもですねお互い強い業界がサルヤ社は建設やマイニング 学や食品の大型工場に強いと日立の方は自動車関連それから食品や医薬電子などに強いという形で強い業界も異なっておるさらにですね製品システム面でいきますとサルヤ社はスクリュー屋敷を中心といたしました大型の定置式屋敷やポータブルエンジンドリブルのコンプレッサーに強みを持っております 日立の方はオイルフリー機、まあ、彼ら持っておらないオイルフリーの圧縮機それからインバータ駆動の圧縮機あるいは、まあ、ここに載っておりませんがレシプロの圧縮機やです、ね、スクロール圧縮機それからデジタルソリューションという部分を有しておるということで、まあ、我々として非常に強いシナジーを発揮できるというふうに考えております。これをもちまして空気圧縮機日立の空気圧縮機の事業といたしましては2018年度にですね えー、1000億円を超えるという目標を立てて事業を推進していきたいというふうに思います。空気屋敷事業を中心としたサルエア署の北米でのすでに開始されておるデジタルサービスについて少しお話をさせていただきます。彼らも IoT 化ということを進めております。左側は IoT を活用した遠隔モニタリングの、まあ彼らのトレードネームで AirLinks と言いますね。こちらは、まあ圧縮空気というのは普通お客様に資産として買っていただいてお客様が運用するという形から、まあすでにですね、アズアサービス化した圧縮空気供給ビジネスというのもスタートしております。この写真はですね、あの彼らのお客様、あのうちの一つでありますダウケミカルミッドランド工場の例でございます。 え、サルヤ社が全工場のドライ圧縮空気供給を一括受け負いするというスタイルのビジネスをもう彼はすでに始めております。え、これを我々のルマーダ、デジタルテクノロジーをですね、え、アプライすることで、日立の産業系のデジタルソリューションとの融合を図り、え、事業のデジタル化、高度化、 でえーまあ、我々も当然なんですが彼らの適用顧客層を拡大すること並びに北米中国市場での競争優位化を一気に図っていけるものというふうに考えております。次のステップといたしましては、えー、彼らの非常に幅広い業種それから有力グローバル企業をたくさん持っております。 ここにありますすような非常に幅広い業種のおお客様を持っておりますまずは私どもの空気圧縮機とのシナジーがこれからどんどん発揮できますので製品ラインナップの相互乗り入れをやってさらには産業機器我々持っている産業機器を彼らのお客様のネットワークに乗せていくという形でプロダクトベースでの売上とプロフィットを出していくと。 ということをやると同時にルマーダの IoT プラットフォームを活用して産業系のデジタルソリューションへ展開する現場機器サービスからソリューションに向けたデジタル化を提案していくということで、まあ、北米のですねこのデジタルソリューションというものの入り口にこれがなってくるという大きな位置づけを持っているわけでございます。 えー、本件のですね買収金額、えーまあ、あのニュースリリースでも出しておりますので、えー、1245ミリオンドルという金額でございますこれはあの私どもの綿密になるですねユーデジェンスと相手方と交渉の結果でございます、えー、日立の先ほどご説明申し上げましたとおり日立の 空気圧縮器、並びに産業用の機器とのシナジーはもちろんでございますが、デジタルソリューションの展開という意味でも、日立にとりまして非常に価値にある投資にできるというふうに考えてございます。え、後ほどまた、あの、ご質問の時間内で、ま、補足させていただければ、ああ、幸いだというふうに思っております。 え続きましてあのマーキング事業、まあ、圧縮空気に、圧縮空気圧縮に続く循環型事業の代表選手でございます。マーキング事業について説明をいたします。えー、トータルレーザーマーカーや、まあ、我々インクジェットプリンターに非常に大きな強みを持っておるんですが、レーザーマーカーや検査装置などトータルマーキング事業の構築を進めてまいります、えー。製品ポートフォリオ拡大による事業領域の拡大、それからサルヤア社顧客への展開を行っていきます。 まあ新製品といたしましてはツインノズル機やレーザーマーカー、それから我々のコア技術でありますお客様へのカスタムインクの開発と品揃えを増やし、また検査装置というところも展開してまいります。これによりまして、グローバルのトップ3である企業に対して我々キャッチアップを図っていこうという考えでございます。 この事業につきましても海外売上ですね現在の63%から70%まで2018年に向けて上げていく計画でございます次にプロダクトから見た IoT 市場対応強化のスライドの説明を行います強化方針は OT と IT のつなぎを用意する,にするプロダクトの提供でございます 左はドライブ製品の新しい技術を適用したプロダクトの例を説明させていただきます。我々はアモルファスモーターと呼んでおります。これはコア部分にですねアモルファス合金をまコアに採用して特殊なアキシャルギャップという構造をアプライいたしまして世界最高水準の高効率現在の今の規制は IE3 という規制が。 されておりますけれども、ふた一つ飛び越えてですね、IE5 に対応できる、まあ、高効率を実現しております。また非常にこう薄型扁平構造にできるということで、えー、まずですね、最初の適用製品、あの当社のアモルファスモーター一体型のスクルールル空気圧機というものに搭載して発売を開始いたしました。省 <laughs> エネルギー性能、先ほど申し上げたました通り、コンプレッサー並びにモーターとの非常に高性能、かつ 大きさがですね従来機でに比べますと37%という37%減ったではなくて37%の大きさになったというまあこの種の機械としては衝撃的なコンパクトさというのを実現した形で発売を開始いたしましたもちろんこの製品全体としても IoT に対応しているという形でありますこちら側は IoT コントローラーでございます エッジコンピューティングに対応しオープン化リアルタイム化というキーワードに全て対応していくという形で現在の製品さらに発展させていく計画もございます IoT ソリューションを実現する上位コントローラーということでルマーダのデジタルソリューションを構成するですねキーコンポーネントとしてこれを育てていきたいというふうに考えております 次に IoT 市場対応強化の中でもサービス側から見た形での強化方針を説明をさせていただきます。こちらがですね、MTM の通信対応をした例でございますが、クラウド監視を活用したパッケージ型の保全サービスという形でフィットライブという名前をつけておりますが、2016年の10月からオプションで運用を開始をいたしました。 えーまあ、イメージはここにあるような形なんですけども日立のプライベートクラウドを使用してキャリアの兵器も、まあ、いわゆる携帯ですねの、まあ、セキュアな空間に自前のつなげる機器でこれを構築しているというのが大きな特徴でございます。このオプションでスタートした期間を経ましてこの空気圧機につきましては今年の10月からですね全機種に標準でこれを搭載すると。 という形で、加速度的にですね、現場のデータがルマーダに上がってくるという世界を先行して作っていくということを考えております。これにやりまして、故障予知や予防保全、計画的な巡回や異常時の迅速対応やお客様の設備運用に非常に柔軟性を持たせるという形で、プロダクトをベースにした形での言葉になりますが、ライフサイクルサポート。 というところを強化してまいりますますた次のステップといたしましては、まあ、先ほどされらラら例にもございましたが、えー、ビジネスモデル新しいビジネスモデルですね圧縮空気を供給することで、えー、お客様から対価をいただくとアズアサービス化するモデルにもこのプラットフォームを使っていくということができるというふうに考えております。キャッシュ創出力とコスト戦略でございますますず半会費 量産系肥料産系とも固定費の削減に注力をしてまいっております。えー、比率でいきますと少しこの悪化はしておるんですがもともとの計画よりは16年改善できております。17年は肥料産系の売上がかなり低下するということを見込んでおりますので若干悪化しますが18年度に向かってこれを戻してまいります。 グロスマージン率につきましては、量産系、肥料産系とも直接材料費、いわゆる出金をしっかりコントロールするというところと、新製品ですね、を出すときにこういうグロスマージン率を高い形に持っていくということをやってまいりました。これによりまして16年は3.15年に対して3.2%の改善、17年、18年に向かってさらに改善していくと。 いうことを計画してございます。また、キャッシュ、創出力といたしましては、先ほど申し上げたサルエア社とのシナジーをしっかり出していくということも大きなポイントとして取り組んでまいります。業績の推移でございます。まず、上側、売上収周期です。15年の売上げ3723億でございました。ここからですね、為替の悪化、資源系の市場の悪化、 ございまして、16年の売上が3,444億となりました。17年に向かいまして、為、え、替、ー、の影響がもう少しございます。それから資源系の市場の回復の遅れというものも見込んでおります。プラスですね。今説明を申し上げましたグローバル需要の拡大や買収の効果を含めまして、17年の見通しを3,600億とおいってございます。 さらに18年に向かってはこのグローバル需要の拡大の加速とサルエア社の買収効果を見込みまして4200億というのをターゲットに見通しを立ててございます。調整後の営業利益でございます。15年はまあ77億という形でスタートいたしましたが、大きな売上の減少もあったんですが、ロスコストの削減や構造改革、減価低減をまあきっちり行いまして。 億まままで利益を改善ししてまいりました2017年度に向かいましてマイナス要因もございますがコストダウンそれから買収効果も含めて195億まで上げていきたいというふうに思います。18年に向かってですねそれをさらに加速させて340億という見通しを立ててございます。 これをまあグラフにしたものでございます。まあこちらの説明は省略いたしますが、18年に向かってですね、目標8%ですが、もう少し高いところまでなんとかキャッチアップできないかという形で見通しを立てております。海外の売上収益は18年32%まで上げてまいります。まとめでございます。2018年度に向けまして。 循環型事業のグローバル成長の加速プロダクト並びにサービスに対しまして IoT 市場への対応を強化していくことそれから新庁市場へのリソース集中と戦略的な投資を行っていくということを進めてまいります以上で説明を終わりますでは続きまして質疑応答に移らさせていただきますご質問にお答えいたしますのは青木に加えましてインダストリアリプロダクトビジネスユニット CSO を 県日立産機システム取締役社長荒谷豊。同じくインダストリアルプロダクツビジネスユニット CFO 日立産機システム専務取締役経営サポート本部長稲葉紀美明でございます。ではご質問に際しましてはまずお名前と会社名を頂戴してからお願いいたします。ではご質問のある方お願いいたします。では廊下側の一番前の メリルリンチの証券の平川と申します、えーっとそう、3問よろしくお願いいたします、1つ目なんですけれども、あの収益性のことについて、その重点事業と、まあ、それ以外の収益性の違いについて、えー、教えていただきたいということが1問目です、今後、あの収益、重点事業が伸びる中で、収益性がどのように改善していくのかということを教えていただきたいことが背景では、えー、1問ずつでよろしいでしょうか。 えっと、重点事業とはげさせていただいたものの、まあ、全部ですね、あの、オーバーオールの平均でいきますと、まあ、デジタルにはちょっとお答えしづらいんですけども、日立製作所、日立グループトータルの利益率よりもう少し高いと。で特に循環型事業と申し上げましたのは、去年も少しそ,そちらのお話になった質問あったと思うんですけども、あの2桁を優、まあ、ううに。 超える形でのプロフィットを出せるという形で考えてございます重点に挙げていないものに関しましても主要な部分でいきますと東原から常に言われているんですけど5%出せとですね5%レベルのものがかなりの塊でございますただあの えー、今非常に市場が悪化して苦しんでおる資源系に対応するような製品はもう少し今頑張らなきゃいけないという状況にあるということで、まあ、お答え申し上げたいと思いますありがとうございました2つ目もうあのかあの今の資源系のことなんですけれども資源系の,あの売上のエクスポージャーというのは大体今何パーセントぐらいこの事業の中であるんでしょうか、えー、全体 一体でいきますと16年度ベースで10%前後という認識でよろしいかと思いますあありがとうございましたえ最後なんですけれどもあの先日買収を発表されましたサレア社とのシナジーについてそのシナジーの金額と中身またその実現の時間軸について教えていただきたいというのが最後です えー、シナジーの金額というのが、まあ、まあ、売上ベースでいきますと、彼らの売上の、そうですね、まあ、これからま、5年ぐらいのベースで、スパンでお話をさせていただきますが、まあ、2割ぐらい我々との組み合わせによって、えー、上げられるのではないかというふうに思っております。 時間軸という形でいきますといわゆるクロスセルといいますか技術の乗り入れ製品の乗り入れという面でいきますとこの2018年にまあやれる部分はもう早く実現をしていきたいと思います。ちょっと今クロージングの時期があまりまだ明確に言えない状態ですんでちょっとデジタルにいつまでというのは申し上げられない状況ではございません。 あの補足なんですけれども、まあ、売上で500億のうちの2割ぐらいがシナジーとして、利益率については、業績推移のところを見ますと、サルエア社の利益率が大体10%ぐらいのオ OP マージンに見えるんですけれども、まあ、利益にするとそれぐらいというのがシナジーの利益ということでいいんでしょうか。そうですねあの、まあ、量産系の平均利益よりはまあ上を狙っております。あの いろいろなご心配をおかけした数字がニュースリリースでは非常に読みにくい数字が出たんで、あの、法則をさせていただきますと、まあ、イビット DA ベースでいくともっと高い数字をまあ出している会社でありまして、え我々が、これはあの、今、あの、PPA、これからになりますんで、えやったところでどういう証拠 まあ消却の話になってしまうんですけれども、まあそこも含めていくと、より利益はまあ10パーセントはまあ出せるというふうに見ておるということでご回答になりますでしょうか。よろしいでしょうか。その他ご質問のある方お願いいたします。ではあの中央の列の最前列の方お願いします。 えっと、日光処刑の島田と申します。あの、えっと、サルエア中心に3点ほどお願いします。えっと、まずですね、あの、従業員890人ということなんですけれども、はい、それのその、えっと、まあ、内訳ですね、あの、えっと、まあ、ワーカーとエンジニアと、まあ、セールス等のですね、内訳と、それから、売上高もですね、あの、えっと、まあ、終わったきで、まあ、日本円で432億ということですけれども、まあ、基本的にコンプレッサーとマーキングを どういうウェイトになっているのかというところですね。えー、まああのそその上でそのえっと開示シールを見ますと、まあ2年前の550からその終わったキーが430円激減売りが大幅に減ってますけれども、これはそもそもなんでこんなに減ったのかと。でこれをそのコンプレッサーとそれから マーキングに分けるとどういうふうに減ったのかというその、えー、まあこの間この家事資料にあるまずファクトの確認をですねさせてくださいというのが1点目です、はいえー、まずあの、えー、人員構成ですかねちょっとあのデジタルに私も頭に入っていませんが、えー、2割ぐらいがエンジニア。 のイメージです。はい、それから営業人員も15%強ぐらいいるんないで考えてますか。はい、その他まあ管理部門とはあとあのダイレクトワーカーという形になろうかと思います。でエンジニアエンジニアリングのチームはまあほぼほぼまあ我々とコンパラぐらいかなというイメージを持っております。 それから数字のですねあの非常にダウントレンドのところでの買収なので皆様にあのご心配をおかけしているとは思うんですけどもこれかなりあの我々も中に入ってですねあの実態を調べた上での結論で買収という結論になっております一つはですねあの彼らの主力でありました、えー エンジンドリブンですね。ポータブルコンプレッサーという領域が、その前にですね、あの島田さんにあの、えー、最初に申し上げておかなきゃいけないのは、この会社はエアコンプレッサーの専業メーカーです。はい、でマーキング事業につきましては、我々の傘下に入ったじ時点以降ですね、かなりいろんな形のインダストリーの絵を出しましたけども、あのうちのまあ3分の1がそのマーキングコーディング、いわゆるトレーサービーを必要としている 業界であります。はい、で、そういうお客さんに同じネットワークを使って我々のマーキングシステムを売っていけるだろうということで、これはあの将来の売り上げでありますんで、今彼らの中にマーキングの事業の売り上げはございません。ピュアにコンプレッサーの売り上げ。百パーセントコンプレッサーでいうで,<ー>、はい、で専業メーカーでございます。はい。 でその部分の中でも、まあ、あの、人たちはやっていないんですけども、エンジンドリブンの、いわゆるマイニングの現場や、コンストラクションの現場で使われる、まあ、コンプレッサーの領域が、かなりの部分、部分、彼らの売り上げなんかに占めておりました。で、これがですね、17年、まあ、何段階かあったんですけど、まあ、研究業界も同じなんですけども、その、ディーゼルエンジンの排ガス規制というものが、 何段階にわたってかかっていることがありましてこの16年の前にですね相当なまあ一つは駆け込み需要があったというところがありますでそれの,あの反動がこの16年に出ておるというで17年からもう全てべてのメーカーがその規制対応にありますんで、うん、これはまず戻っていくるというのが一つそれとベースのやはりあのコンストラクションマイニングが トレンドとしてはこう若干落ち気味であると。プラスですね、2012年からこの会社は PE 参加に、まあ、買収されてですね、なっておったんですけども、12年当時をあのトレースバックしますと、日本円で700億近くの売り上げございます、うんで。そこからですね、やはりあのその時もプロフィットもかなり出しておる会社でした。5年前ですね。 そこからいろんなまあ会社これはあの今、クローズジングしておりませんので、あまりあの申し上げられないんですけども、いろんな問題があったというふうに見ております。これをまあ日立の経営と日立の技術を入れれば、ここをそこにですね、挽回できると。ベースのですね、力とネットワークがしっかり持っておるというのが、我々の下した結論というふうになります。これで回答になります。はい、あの、ちょっとついでなんですけども。はい。 この売りの直販比率っていうのはどれくらいあるんですか。直販はあのー、まあはっきりとは申し上げられませんけども、15%ぐらいが直販ではないかというふうに見ておりますがと、大半は代理店経由ということですね。そで二、はい、点目がですね、あのえっと、えー、まあサルエアの米国市場に限ったものだけで結構ですので、はい、あのまあ競合関係というかですね、シェアとかですね、まああの強みとかですね。 具体的にはシェアがどれくらいあって、まあ、1位がどこでっていうのはちょっと不勉強で恐縮なんですけどその辺ちょっとこう、まあ、今度は北米市場におけるこうそのポジショニングですねこれを2点目確認させてくださいえっとシェアの,あのデジタルの数字はちょっとご回答を控えさせていただきたいんですけどもアメリカ市場で3番手から4番手ぐらいの位置にいるんではないかと思っております。 なんか先ほどあの全体市場規模7500億円でまあ日立さんの規模がまあ多分4500とするとまあ5%強ぐらいってイメージですけど、うんやっぱり分割先の7500でサルイヤの売上500で考えてそういうシェアで考えればよろしいんでしょうか。イメージ的にはそれで大きく間違ってないと思います。グローバルにやはり2桁のシェアに上げていくというイメージで今おります。そういうことですね。はい。一ってどれくらいあるんですか。一、えー、は結構大きいですね。 3割、4割あるということ。ええー、まあ、いろいろ調べられるとわかると思うんですけども、ちょっと私からデジタルにちょっとお答えをさせていただきたい,と思い、はいた。で、まあ、あの、最後の質問は、まあ、その行政局面で、えっ、ー、と、まあ、先ほどの方の質問とも被るんですけれども、えー、今期が買収給額4億円で、まあ、来期46億円ということで、一応これおそらくこの下期から入れてると思うんですけどね、この、 えっと、増減分析の、この21ページのところなんですけども、この来期の46億っていうのは、先ほどちらっとあのヒントありましたけども、これは、あの、無形資産の消却は入ってないと、そういう理解でよろしいんでしょうか。無形資産の消却は入っております。入っております。これあの、我々が、あ我々の参加になった時の想定されるー、まあ、ロケーションによっての営業利益ベースと。うん 企業価値が2 3 0 0とするとこの間あの、無のれんが600億円というのはお聞きしていますのでそうすると無形がおそらく4 5 0 0 500600ということだと思うんですけどそれを10年で割るとそうするとマージンとしては焼却後だとかなり高い20%とかですねそういうふうに見えるんですけどもそういう理解でよろしいんでしょうか。なんでもいいんですけどキャッシュベースでいけばかなり高い、えー、ことを期待していると。えー ということであの、デジタルはちょっと今、アロケーションこれからでありますので、お、えー、答えできませんけれども、それぐらいの価値は、あ,ある、まあ、循環型事業としての、ある程度の地位を持っている企業としての価値は見ております。わかりました、ありがとうございました。はい、よろしいでしょうか、それではですね、申し訳ありません、定刻過ぎましたので、これをもちまして、インダストラリプロダクトビジネスユニットの説明を終了させていただきます。あありりががととううごござざいいままししたた